はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC 第1弾オートマトロン続きやっていこう。MSAT をエイダにぶち込んであげて、メカニストの場所を探ろうと思うんだが、ちょっと、どこかでこの辺整備してたらちょっと緊急事態が起きて、まさかの、ここ時々レーダーが襲撃することはあったけど、ラストデビルが襲撃してきて、さらにロボットも連れてきて、びっくりしたよね。倒したけども、これからずっとこうなのかな。そして、ここにいる、ここまだ2人しか人がいないんだけど、勝やつ手らをに、撃退するのを手伝ってくれてありがとう。パワーマン勝手に来てる。奴らの目的は？やつらは何が目的だったんだ？あいつらはレーダーよ。やつらの欲しいものなんて決まってる。最低でも私たちの持ってる全てを奪うつもりでしょう。ついでに殺されたり、それ以上のことになったりするかも。それ脱いでくれないかな。なあ。助けてくれて感謝するわ。それはいいんだけどね。それ脱いでくれないかな。それ着たいんだけど。みんなにばかり楽しんでもらっちゃ困るからね。あれを楽しいって言えるのなら、あなたが私たちの味方でよかったわ。それ脱いでくれ、それ。ちょっと。スリじゃどうしようもない、できない。スリというか、それ私のなんだけど、な、返し助けて。てくれて感謝するわ。ちょっと。これどうしよう。奴らを撃退するのを手ああ、伝ってく脱いでれくてれありね。がとう。ダメだ、これ。しゃあない。ならば、前回ゲットした、このテスラ T60 っていう、やつなんだが、結構故障してるな。これ修理しないとな。とりあえずこんな感じにするか。これにして、ちょっと荷物整理とかしよう。その前に、前回レベルアップしてたから、パークを手に入れたい。なんかどれか一つ欲しいやつがあったんだけどな。どれだっけな。これだ。これゲットしないとハイテクモジュールが使えないんだが、インテリジェンスに、そもそも、振られていない。インテリジェンスに、ランク振っていかないと。もう一個上だ。これゲットしない、したいな。さあ、ちょっと荷物整理。よし、これでいいかな。メッキをね、ちょっとつけたりしてね、耐久力を結構、上げたりした。このテスラ T60B の筐体を。胴体だとか、あと、その他もろもろ。これでがっしりしたでしょ。いけるね。フュージョンコアもまだ持ってるし。ああ、出そうだ。エイダにこの MSAT をつけてあげる。OK。おい。いかがいたしましょうか。メカニストの隠れ家がもう分かった。どこだ。ここか。ん？ BOS のプリドエンのすぐ近くだな。ロブコセールスサービスセンター。てっきり、この辺、どの辺だっけな。この辺、こっちはゼネラルアトミックスガレリアか。こっちと関係ないや。こっちもなんかロボット集団たくさんいたんだけど、こっちは別に平和な人たちなのか。よし、それじゃあ、なんか、電気帯びてるな。すごいな。これ来て、ここの人、勝手に来ちゃった。パワーマン、いつ脱いでくれんだろう。これ、脱いでくれんのかな。まあ、いっか。いや、夜だけど、行きましょう。の前に、テスラライフルってこれ前回手に入れてんだ。これ装備しよう。弾結構ある。弾結構あるっていうか、これはきっと、レーザー銃と同じ弾か。それじゃあ、ボストン空港に行こう。
さあ、ボストン空港だね。いや、BOS の人たち。出た。すぐ近くに脅威があることをこの人たちは気づいていないようだな。ここだね。もう本当にすぐ近くだと思うんだけど。エイダ来てる？ボストンインターナショナルエアポート。ほんで、敵はいないね。この建物か？どっか入り口、そっちか。ああ、ロボコって書いてあるもんな。ここだね。セールス&サービスセンター。さあ、やってきた。これ弾15発しか入んないんだ。地下に行けと。掃除機機能を追加していればこの場所をピカピカにできたんですが。そんな悠長なこと言ってる場合でもないぞ。下に行く。パソコンたくさんあるな。これ生きてる。デイリースケジュール。まあ、こっちのターミナルも生きてるが、これはハッキングか。ちょっとハッキングしよう。素晴らしい。OK。重要なことがいろいろ書いてあるが、なんかマップが更新される情報は、ロック管理、ロック解除。どっかのロックを解除。トラップがある。トラップがあるんだがよく見えない。これ取れる？これここ通れば引っかかんない。取れた。スティンパック。敵いないな。なんかゲートある。あ、で、出口もある。解錠が必要なんだ。先解錠しとっか。解錠 OK。出口は確保 OK だね。OK。もう一回戻ろう。さて、じゃあ暗い。とにかくこういうところ暗いな。壊れたターミナル。あ、壊れてるんだ本当に。なんか怪しい。開きそう。奇妙な装置。開けろ。ん？エイダ開けれる？おお。おお、隠し扉だ。おお、あ、なんかボルトの入り口感がある。あ、ボルトより厳重じゃないのこれ。開いた。メカニストを阻止する。こんなとこにいたんだ。これ DLC 配信される前でもここ入れて、ここ入り口確認できたのかな。若干体力減ってるから回復して。ん？なんか来そう。大丈夫？ああ、まだ開くんだ。大丈夫っぽいね。入るぞ。明るい。骸骨になってる。あ、ヌカコーラクアンターム。ロシア、うわ、なんかすげえ、うわー、すげえ量のトラップある。こりゃきついぞ。
で、ここ入れないのか。ここ入れないのか。あー、で、フュージョンコアある。あ、これもしかして取ったら、切れてくれるというわけではない。どうしよう。あ、なんかこっちに、抜け道っぽいところあるけど。こっち開けよう。開けて、開けたがここには何もない。で、ロボットが巡回してたのが見えたけど、これ解除しようと思えばできなさ、できるんだね。できるっぽいけど、できるっぽいが、これ全部解除しろと。解除したらいろいろ手に入るけど、ちょっと抜け道のとこから通ってみるか。なんという抜け道、最高。セキュリティオフィス、あ、これもしかすると切れてくれる。あ、切れてはくれないか。除染コントロールのターミナル、これもすごいターミナルだな。ハッキング、入った。オッケー。タレットのコントロール起動であるってことは起動はしなくていいな。4つのタレットがある。オッケー。セキュリティドアコント、閉める閉めなくていいな。除染アーチの制御、除染アーチってなんだろうな。ん、あ、閉め閉め、切れた。トラップが切れてくれた。大丈夫だね。よし、除染装置が代わりに稼働したんだ。よっ、おお、電磁波みたいのが出てくる。リロード、ロボット来るな。これ来てる。うわ、デビッド同じ類なのか。全然、うわ、ちょっと待って、ちょっと、死ぬ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 、どういうこと。あれ、チャージしてたのか。舐めてかかったらまずい。これ2ロード、いや大したことあるよこれ。舐めてかかったらまずい。エイダ、なんでそっちにいるんだ。こっちに出てこい。全部やった。 OK。なんか製造してそう。ここ A で開けれそうだな。開けれそうだけど、そっちまだなんかあったか。エキスパート、やった。 OK。 エレベーターがある。マスター、コードを破れない。オーマイガー、マスターを今破れないな。ニックもいないしな。じゃあこっち開けてもらうしかないな。これを使え。こっちもすげえ厳重だな。開いた。これはドアか。いそうだな。敵チャージみたいのを貯められる前に倒しちゃおう。マシンガンタレット、おお、
あ、なんか出てきてる。大丈夫だった。おおおおおおお、ちょっとビビになったらダメだ。リロード。エイダが先行してくれてる。武器を持ち替え。 OK。 おお、爆発する。エイダエイダ大丈夫ぶっ倒れてるけど足ゲットしたな。あ、これあんまり広範囲には飛んでいかない感じか、この武器。エイダすぐ復活してくれる。生産管理ターミナル、まだまだすごい敵下から出てきそうだな。これ出てくる？すっげえ出てきそうなんだけど。おお、びっくりした。まだまだ来てる。奥から来てたのか。こいつ出てきそうにないけど、本当に出てこない。 これで出せるんじゃないの。実はハッキング。さあ行こう。 OK。タレットコントロール、プロテクトロンコントロール、これん？これ普通のプロテクトロンなの？ほんと？うん、敵だね意味がない。さあ、なんか音がしてるけど、これまだ向こうだもんな。このまま先進もう。ん、青く光る物体、ヌガコラクアンタムだ。ジャンクボット信号音、ビビビビ言ってる。ん？これロボット作業台だ。なんかすげえガチャガチャ言ってんだけど。あれ、またヌカコラクアンタムだ。マイクロスコープ、いた。待て。ゲイ。フュージョンセル。武器変えるか。ハンドガンにしよう。爆発ピストルで。おお、なんだ。ああ、あれ。上にぐるぐるやって回ってんのも敵か。おお、敵だこれ。だけど上にぐるぐる回ってんなら先に撃っちゃうか。ああ、落ちた。おお、爆発する。えい。お、伝説だ。おお、エイダもしかしていろんなところぶっ壊れてる修理するの忘れてたかも。一回戻ってさっきのとこで修理できるか。できるっぽい。戦闘中。オッケー。エイダ、エイダ修理大丈夫か。
何も持ってないもんな。大丈夫だね、戻ろう。さて、あー、フュージョンコアが少し減ってきてるが、これ倒しときたいな、早めに。待てよ、バッツ高いやつにしよう。手前からはもう流れてこない？みんな奥かも。お、ミュータントスレイヤーレーザーライフル。お、そんなとこにタレットあった。タレットアイテム回収して、なんかこっちにもありそうだが、俺落としときたいな。あ、伝説だ、変異した。やばそう。外してるが、かっこいいシーンで。あれ、レーザータレットか。どうした？もうぶら下がってるロボットはいない。うえ、突然爆発とかやめてくれよ、ちょっと。なんかいろいろ故障した。あー、ちょっと来てる来てる来てる。タンクボットだ。リロード。こいつも爆発するだろう、きっと。え、いいだ。いいだ、大丈夫。ゲットして。いやいやいや、ツーショットピストル、うん、弾が追加で発射される。レアっぽい。じゃあ開いたけども、ジャンプするが、ジャンプするが、ここ登れる？登れた。ぬかコーラない。こっちも通れるな。別の道がある。ちょっと待って、正面、正面は、まあいいか、こっち行っちゃうか。ここだ。あなたとの旅はかなり元気が出ます。本当に？これ開けてほしいんだけど。これを使え。あー、でそうだ、フュージョンコア交換しよう。フュージョンコア総合ニュート。これパワーアーマーちゃんと着てこなかったら何回死んでたか分かんないな。主にあの爆発で。おー、まだあるっぽいね、僕。それじゃあ今回はここまでにしようかな。オートマトロン、まだまだ結構続きそうな感じがしております。まあ、ロボット強化の、いろいろ追加されてる要素もあるけど。まあ、もうメカニストが近いんで終わりも近いかな。この先、奥地まで行ってメカニストと対峙しよう。はい、ご視聴ありがとうございました。